おもちゃ子供ムックを作ります。赤い風船に空気を入れます。次にもう一本赤い風船を膨らましていきます。ちょっと斜めに作っていきます。空気を抜きます。結んでおきます。ちょっとだけ残して切ります。ちょっとだけ残して切ります。中に通してる紐にこう引っ掛けていきます。積んでおきます。切れ端の風船にを入れて手と足を作ります。
う一つ作ります。残してに白い風船にちょっと細めの白い風船に空気を入れます。1cmぐらいの玉を作って空気を抜きます。これを2つ作ります。この白い玉を手と足を通して顔を描いたら完成です。完成です。